おはようございます。こんにちは。こんばんは。サラポンです。皆様、シャープ製の Wi-Fi ルーター SH5 に使っておりますでしょうか私ですね、えー、3日前ぐらいからですね、異常発熱が続いてしまって、これ見てわかりますかねちょっとね、バッテリー部分がボコって膨らんでるんですよね。そして、異常発熱のためですね、めちゃくちゃ本体が熱くなって、一時ね、通信ができない状態になってしまったんですよね。うん。 このような状態になるとは思ってませんでした。まさか自分の機種がね、えー、このような不具合に遭遇するとは思ってなかったんですけれども、私もですね、えー、このようなバッテリーが膨らむという不具合が発生してしまいました。一番暑くなっていた原因はですね、地下鉄で、えー、この Wi-Fi を使ってスマホにつなげて動画を見ていた時なんですけれども、カバンの中に入れていたのに、めちゃめちゃ暑くなったんですよね。そしてこの、 裏側、わかるかなちょっとぷっくり膨らんでるの。うん。これね、触ってみるとわかるんですけれども、バッテリー部分がね、えー、かなり膨張して危険な状態ということで、えー、交換になるかと思われます。ネットの情報を見ると、交換にもね、えー、高額な料金がかかるっていうことを書いてあるんで、えー、私ちょっと怖いのでですね、この機種を使わないことにして、処分しようかなっていうふうに思ってますね。うん。 なかなか速度も出ていて気に入っていた機種なんですけれども、最近のシャープ製品ってちょっとね、おかしいなっていう点があるんですよね。この SH52A ももちろんなんですけれども、スマホアクオスでしたっけそれもね、ループバグとか、再起動バグとか、立ち上がらないバグとか、発熱バグとかありましたよね。そして最近ツイッターで話題になっていたシャープ製のテレビもなんですけれども、ネットワークが使えなくなる再起動バグに陥るなどのね、 不具合が起きているのでシャープ製品のこういった通信を使う製品で何らかのバグがあるのではないかなと個人的には思うのですが、うん、皆様はどのように思われますでしょうか私はですねちょっとシャープ製品から、えー、足を遠のけようかなっていう感じがあるんですけれどもこのようなバッテリーに関わる発火につながるっていうのがねちょっと怖いなっていうのがあるんで これは、えー、処分したいと思います。ただね、処分方法についても今現在調べているんですけれども、うん、どうするのが最適なのかっていうのがですね、まだわからない状態なので、えー、私が住んでいる区ですね、東京都の区に問い合わせてみて、ちょっとこのバッテリーの処分方法を決めさせていただきたいなって思うところではありますね。うん。非常に怖いですよ。この、こんなにぷっくり膨らんで、 あの、熱もってね、発火につながったら怖いじゃないですか。私の家って、あの、猫もいるんで、家族がいるんでね、このバッテリーをですね、電源は入れてないんですけれども、えー、外に持ち歩いて、常に発火に備えている状態なんですよね、今ね。うん。なので、電源は入れていないですけれども、ちょっと怖いなっていう感じがあるんで、家には置いとけないですね。うん。 怖いですね。まさか自分がこんなモバイルルーター使ってて、バッテリーが膨らむ不具合に合うとは思っていませんでした。うん。シャープ製品、なんとかしてほしいですね。うん。今現在問い合わせ中でございます。ということで、皆様もですね、このシャープ製の Wi-Fi ルーター SH52A 使っている方がいましたら、一度ですね、この裏面を触っていただいて、 バッテリーの膨らみがないかどうかっていうのをね、確認していただきたいと思います。危険につながったらちょっと嫌なので、うん。ということで、今回の動画は以上です。不具合に当たってしまったということですね。高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サロポンでした。